伊藤茂は、日本の政治家。衆議院議員、運輸大臣、日本社会党政策審議会長、社会民主党副党首、幹事長、政策審議会長を歴任。山形県船形町出身。船形小学校、新城中、旧制山形高等学校を経て、東京大学経済学部経済学科を卒業。陸軍士官学校卒業後、 終戦を迎える。大学在学中に日本社会党に入党し、恩師大内力東大教授の勧めにより、党本部に勤務する。社会党本部職員時代は、安保改定組織国民会議事務局次長、党中央執行委員、国民運動局長を歴任。1976年、第34回衆議院議員総選挙に、 社会党公認で、旧神奈川一区から出馬し、初当選。社会党内では、元社会党委員長の勝又誠一に支持した。1981年、日本社会党委員長選挙で現職の明日方和夫の再選に、協力し、主流派に加わった。1986年、土井高子委員長のもとで、政策審議会長に就任。 竹下内閣発足後は、リクルート事件や消費税の導入をめぐって自民党への風当たりが強まり、社会党の政権担当能力が問われる中、党の政策の責任者である政策審議会長の立場からマスコミに登場する機会が多かった。日本共産党を除いた野党4党による連合政権の樹立を目指し、 公明党の坂口力政策審議会長、民社党の米沢隆史政策審議会長、社会民主連合の菅直虎と連携したが、1990年の第39回衆議院議員総選挙では、社会党が公明、民社の票を奪う形で議席数を伸ばしたため、野党共闘は不調に終わり、連合政権協議も頓挫した。1991年、 土井委員長が辞任し、公認には田辺誠が就任した。伊藤は田辺執行部でも政策審議会長に留任し、社会党、社道キャビネットの副総理に就任する。1992年の第16回参議院議員通常選挙で社会党が惨敗したため伊藤は政策審議会長を辞任したが、副委員長に就任。百九十三年、 田辺委員長の辞任により党執行部が総辞職し、伊藤も副委員長を退任した。1993年、宮沢改造内閣への内閣、不信任決議案可決により実施された第40回衆議院議員総選挙では、社会党は、獲得議席70の惨敗に終わるものの自民党も、過半数を割り込み、非自民、非共産8党派による、 細川連立政権が発足。伊藤は細川内閣で運輸大臣に任命され、初入閣。翌1994年4月、金銭スキャンダルで追い込まれた細川森弘首相が電撃辞任し、伊藤も運輸大臣を退任。1996年1月、日本社会党の社会民主党への解消に伴い、村山富一党首の下で、 当政策審議会長に就任。同年9月、佐藤幹事社民党幹事長が離党し、旧民主党結成に加わったため、公認の幹事長に就任。小選挙区制導入後初めて実施された第41回衆議院議員総選挙では、神奈川パックから出馬するも4位で落選し、重福立候補していた比例南関東ブロックで、復活し、8選。 1999年9月、幹事長を退任し、社民党副党首に就任。2000年の第42回衆議院議員総選挙には、村山前党首ともども出馬せず、政界を引退した。2013年2月、社民党本部移転のため、取り壊しが決まった三宅坂の旧社民党本部のお別れ会に、同党名誉党首である、 村山富市元首相と共に参加した。2016年9月11日、死去。去年88。ソビエト連邦からアメリカ合衆国に亡命した、KGB スパイであったスタニスラフレフチェンコは、伊藤が、グレースというコードネームを持つ KGB の工作員で、あったと証言している。ありがとうございます。